カリーム・ハーン・ザンドはザンド・アサの創始者である。長年にわたる戦争で崩壊寸前であったペルシャを再統一し、統治期間中に、新民や国の復興に力を注いだことから、大王と称される。今日においては、イランの歴史上有数の統治者と評価されており、物語や様々な逸話において、思いやりのある統治者であったと描かれることが多い。 イランの郵便切手に描かれているカリーム・ハーン・マラー・アイエル付近のピールーズという村でク族の一派残土族の一員として生まれた。アブドゥルラフマーン・ガーセムルーのようなクルド人の愛国主義者はカリーム・ハーンをクルド人の英雄であると考えており、現代ではワジエ・ジャウェイダのように彼のクルド人としての側面に注目する学者もいる。カリーム・ハーン残土は ナーディルシャーの将軍の一人だった。ナーディルシャーが1747年に没すると、ペルシアは内戦状態に入った。当時、カリーム、ハーン、アブル・ファトフ、ハーン、アリーム・ラード・ハーンは国を三分割することで合意し、イスマー・イール三世を名目上の王として擁立した。しかし、アリーム・ラード・ハーンがエスファ・ハーンに侵入してアブル・ファトフ、 ハーンを討ち取ったことで同盟は解消された。その後、カリーム・ハーンは、アリーム・ラード・ハーンを討ち取り、ナワビル・シャーの孫・シャールフの統治権を認めた、大ホラー・サーンを除くイラン全土を支配下に置いた。その偉大な功績から、大王と称された。しかし、彼は、シャーや王といった称号を名乗ることはなく、代わりに、ワキール・ラウアーやワキール・イ・アーエアーヤー、人民の代表と名乗った。 カリームが統治者であった機関、ペルシアは40年間の戦争による荒廃から復興を遂げた。カリームは戦争で荒廃した国に平和と安全をもたらし、租税軽減や貿易振興など国内産業の整備などを行い国の繁栄をもたらした。カリームが統治している機関におけるイギリスとの関係は修復に向かい、イギリス東インド会社に対しイラン南部における 公益書の解説を認めた。カリームはシーラーズを首都と定め、シーラーズに様々な建築物の建築を命じた。しかし、カリーム・ハーンの死後は再度内戦が勃発し、彼の子孫は彼が成したような安定した統治を行うことはできなかった。残土調最後のクンシュルトフ・アリー・ハーンは、 アーガー・モハンマド・シャによって殺され、ザンドアサは滅亡。ガージャール・アサが国を治めることとなった。シーラーズ・パールス博物館の敷地内に埋葬されている。ありがとうございます。